皆さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店八谷のマーケ担当です。今回ご案内するのは、延べ床面積32坪、ヘアサロン併設、ディズニー好きなご夫婦2人暮らしのお家です。まずは外観からご紹介していきます。真っ白な塗り壁が可愛い外観は、2つのお家がつながったようなデザイン。左側の平屋がヘアサロン店舗部分、右側の2階建てが住居部分となっています。1階の掃き出し窓以外は全てヨーロッパ風の片上げ下げ式の格子窓を採用。カフェのようなとっても可愛い外観です。まずはヘアサロンの店舗部分からご紹介していきます。入り口の扉は奥様がお好きなブルーの木製ドア。真っ白な外壁に映えてとっても可愛いんです。サロン内部のテーマはシャビーシック、上品な古さという意味だそうです。天井はホワイトエイジングの板張りとがっつりの張り見せ。同じくホワイトエイジング加工の釣り戸棚、カウンター、ハンガーラックはオリジナルの造作です。スタイリング材やカラー材、スピーカーなど収納力抜群です。壁はグレーの漆喰。床はモルタル金ごて仕上げ。シャンプー台奥の壁は一面タイル張りでアクセントになっています。お手洗いの扉と住居部分につながる扉は入り口と合わせたブルー。入り口から奥に入るにつれてブルーが濃くなっていくグラデーションになっています。お手洗いはディズニーランドにありそうな空間。2つのペンダントライトは電球の形を変えて少し変化を出しました。ミッキーの手のような蛇口の取っ手もポイントです。続いて住居部分をご紹介していきます。住居部分の玄関では可愛いミッキーのポストがお出迎えしてくれます。可愛い。玄関ポーチはお家全体の雰囲気に合わせてタイルやモルタルではなくウッドデッキを採用しました。扉はサロンと同じ木製ドアを採用。玄関土間は右側に収納を置く想定で真ん中に間仕切り壁を設置しました。それでは LDK に入っていきます。リビングの扉も木製を使用しています。モニュメントという名前のポコポコガラスが可愛いです。床材は無垢のパイン、塗装色はオークです。リビングにたくさん光を取り込んでくれる掃き出し窓からは玄関ポーチのウッドデッキに出られるようになっています。壁掛けテレビの上には造作で飾り棚を設けました。可愛いディズニーコレクションが並んでます。天井の張り見せはポイントで2本のみ。軽くエイジング加工が施してあります。ダイニングキッチンの床はテラコッタ調のフロアタイルを使用しています。パイン材との切り替えがおしゃれです。キッチンは宝スタンダード。扉を造作で付け替えて木製にしています。それに合わせてカップボードも造作。
統一感のある可愛いキッチンに仕上がりました。構造上どうしても必要なパイプシャフトによる壁の出っ張りに合わせてカップボードの長さを設計してあるので、出っ張りがあまり気にならない工夫が施されています。ダイニングのペンダントライトは奥様のお気に入り、雰囲気のあるステンドグラス風です。サロン部分と住居部分をつなぐ通路には可愛いミキミニちゃんが座ってます。通路横の階段を上がる時にもチビディズニーシリーズがお出迎えしてくれました。階段のブラケットライトは1階に合わせてステンドグラス階段のブラケットライトは1階に合わせてステンドグラス風、奥様の好きなブルーをチョイスしました。それでは2階に上がっていきます。こちらはディズニーをイメージした洗面脱衣室、ヨーロッパのような石張りのクッションフロアを使用しています。洗面化粧台はオリジナルの造作家具です。便利なミラーキャビネットも造作です。アクセントに可愛いコラベルタイルを取り付けました。洗面ボウルには深さがあって使いやすい TOTO の実験用シンクを使用し、洗面台下には収納を作りました。洗面脱衣室はバルコニーに直接つながっているので洗濯動線も良いレイアウトになっています。洗面脱衣室の隣のブルーの扉は2階トイレです。床は立体感が可愛いタイル調のクッションフロア、壁の一面と天井は扉と同じブルーで合わせました。続いて主寝室です。主寝室にはウォークインクローゼットとロフトが隣接しています。屋根形状に合わせた高い勾配天井で開放感は抜群。ロフト上はご夫婦の趣味全開な空間、ディズニーグッズと漫画がたくさん並んでいました。人をダメにするソファーがクタクタになってしまうくらいここでくつろいでいるそうです。はい、以上で全てのお部屋のご案内が終了しました。今回ご案内したのは延べ床面積32坪、ヘアサロン併設、ディズニー好きなご夫婦2人暮らしのお家でした。今回の動画が良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。